はい、こんにちは。鳥取市のハンクやいろはどうです。本日はですね、こちらご紹介します。明日を見つめる地元経済誌政経レポート、こちらのですね2月15日号にですね、先日の、図書館で行われました図書館で夢を実現しました大賞のですね、私が受賞したという記事が、掲載されました。人からですね、政経レポート載ってるよっていうのを教えていただいたんですけどね、こちらの方購読してないもので、早速ですね、鳥取県立図書館の方に行きまして、コピーをいただいてきました。本日はですね、2月27日ですが、明日2月28日のですね午後から、再度また、政経レポートさんがね、あの当店の方いろは堂の方に取材に来ていただけるということで、また、もう一回ぐらいはね、取り上げていただけると思います。またちょっと、何日付の政経レポートさんになるか分かりませんが、購読されている方はぜひまたご覧ください。よろしくお願いします。